ルーマニア空軍、ルーマニア空軍は、ルーマニアにおける空軍組織である。前身は1910年に創立された、ルーマニア王国航空隊にまで遡ることができる。日本などではカタパルトを使用して離陸した、ライトフライヤー号の飛行が、人類初の動力飛行だと語られることが多いが、人類初の動力飛行についてはいくつかの異説がある。そのうちの一つに、 ルーマニアの飛行家トライアンブヤが自作のブヤマイナス1で1906年3月18日にパリ近郊で約15メートルの独立動力飛行を行ったのが最初であるという説がある。ロケットやジェットエンジンの研究も早くから行われ、世界初のジェット機コアンダ1910を開発し、ずっと後になってジェット機開発に生かされることになる。 コアンダ効果を発見したのもルーニア人のアンリ・コアンダであった。このように航空機時代の幕開けにおいてその最先端を走っていたルーマニアに航空隊が創設されたのはごく自然のことであったかもしれない。そしてルーマニアでは第二次世界大戦での敗戦まで膨大な数の航空機が開発され国内外へ配備されていったのである。設立時。 ルーマニア王国航空隊は他国の航空隊と同様ブレリオクシーやファルマン機を中心とする装備を保有していた。1916年8月27日にルーマニア王国は第一次世界大戦へ参戦し連合国側に立ってオーストリア・ハンガリー帝国と戦うこととなった。第一次大戦を通じて航空隊の装備はニューポール製戦闘機などへ更新された。 停戦後はトランシルバニアをめぐるハンガリーとの戦闘へも投入された。航空隊はバルカン半島方面での戦闘にも加わった。ルーマニア軍はハンガリー領であったウクライナのブコビナを占領し、これは1919 19年のサンジェルマン条約により追認された。これにより念願の大ルーマニアが実現された。この年の9月19日には北ベスサラビアにおいて、 旧ウクライナ国軍航空隊の R-14 が捕獲されたが、これがルーマニアにとって初の大型航空機となった。R-70 とも呼ばれた R-14 は、チェッペリン・シュター県による巨人機シリーズの一つで、翼長42.20メートル、全長22.50メートル、総重量11.848トンもある。文字通りの巨人機で、これは後に、 ルーマニアが装備した4発爆撃機 B-24 よりもさらに大きかった。最大2トンの爆弾を搭載できる、この航空機は260馬力のレシプロエンジン4発によって飛行した。戦艦機には航空隊はポーランドやフランスなどの航空先進国から新兵器を導入するとともに自国での開発も続けた。 イーア社によって開発された初めての自国製戦闘機、イーア -14 は航空隊に採用され、練習戦闘機として使用された。ポーランドの PZL 社が開発した P-11 戦闘機の改良型である P-11F や P-24E もライセンス生産され、これをもとに二次大戦最高のルーマニア戦闘機と呼ばれるイーア -80 シリーズが開発された。 その他にも多くの航空機がライセンス生産され、ルーマニアの航空産業は大いに発展した。二次大戦が始まる頃には、約80種類の国産機が配備されていたと言われる。二次大戦が勃発すると、ルーマニア国民は列強に対し無力であった、国王カロル2世を退位させ、数軸国側に立って参戦した。ルーマニア軍は、 ベッサラビアを占領したソ連軍と激しい戦闘を行った。ルーマニア軍はスターリングラード攻防戦にも参加したが、そこで数軸国側は大敗を喫し、以降ルーマニア航空隊も以前にまして厳しい戦いを強いられるようになった。ルーマニアにとって最大の重要軍事拠点であったコンスタンツァの工業地帯では国産のイヤマイナス80やメッサーシュミット社製の BF-109 などが防衛に当たり、米陸軍航空軍の爆撃機の迎撃に奮戦した。1944年8月に再び政変が起こると、ルーマニアは今度は連合国側に寝返った。戦争は連合国側の勝利に終わったが、ルーマニアはソ連の進駐を受けた。1947年12月30日に人民政府により、 王政が倒されると、ルーマニアは国号をルーマニア人民共和国と改めた。戦後、ルーマニアは、数軸国側についたトガで軍備の削減を求められたが、人民政府の下で、ソ連からの支援を受け、1949年にルーマニア人民共和国空軍の設立を果たした。ニコラエチャウシェスク大統領の独自路線の下で、ルーマニアの航空産業は、 再び堅調な発展を見せたが、ソ連の下請けという役割を大きく一することは許されなかった。また、装備したミグ -23 やミグ -29 などの新鋭機は数が少なく、技術移転もされなかった。その点で、戦後のルーマニアの航空産業に大きな寄与をしたのは、約マイナス52などの多目的機であった。また、 多数が配備されたミグマイナス -21 シリーズは国内で全面的な整備が行われていた。1989年のいわゆるルーマニア革命の後空軍はルーマニア空軍と解消された。現在のルーマニア空軍の航空戦力はルーマニアの社とイスラエルの IAI によるミグマイナス -21 の近代化改修型であるミグマイナス -21 ランサー A、B、 c 三十六機を主力としている。ミグ二十三やミグ二十九など、維持費用のかかる複雑な機体は、軍事予算の縮小や機体自体の老朽化により二千四年までにすべて退役した。また、ユーゴスラビア紛争で、ユーゴスラビアの航空産業が大きい被害を受けたため、同国の祖古社と共同開発した j 二十二オラを、イー九十三ブルトゥルは、 技術協力が得られなくなり、すべて退役している。E や -99 諸イ務は、現在国内への配備と海外への輸出が努力、されている国産の練習機、軽攻撃機である。その他、ソ連で開発された、軽多目的規約 -52 を国産化した IQ-52 の核派生型など、小型機の生産にも力を入れている。輸送機としては、 ソ連製のアン -24 やアン -26、退役後は C-130 や C-27J を導入している。ヘリコプターも多数保有しており、フランスの SA-330 プーマをライセンス生産した E や -330H などを配備している。また、対戦車ヘリコプターとしては、派生型の E や -330L プーマソキャット。 を配備してる。他の旧ワルシャー条約機構加盟諸国と違い、ソ連製のみマイナス8やマイナス24ハインドなどは少数しか用いられていなかった。2004年に北大西洋条約機構に加盟したことに伴い、ヨーロッパ各国の軍隊と共同訓練を行う機会も増えており、組織、装備の再編成が行われている。 2009年の経済不況からミグ -21 ランサーの後継機導入は延期となっていたが2013年にはポルトガル空軍の中古の F-16 を12機導入することを決定した。ルーマニアでは伝統的には主として第一次世界大戦時の連合軍機のような円形の国籍識別表が使用されてきた。その後二次大戦に ドイツ式の十字架に改められ、1944年まで使用された。一旦円形に戻ったが、共産主義系の人民政府が成立すると、円形のものを改めて、ソ連式の赤い星のバリエーションが採用された。これは1985年に円形のものに戻されるまで使用された。冷戦終結後の現在では、諸外国でもオーソドックスな円形のものが使用されている。 戦闘機、戦闘爆撃機、爆撃機、偵察機、自家凶器、輸送機。飛行艇、水蒸気、練習機、戦闘機、爆撃機、偵察機、輸送機。海底二浴機、練習機、試作機、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。